はい、えー、今回も僕のチャンネルを、えー、見ていただきましてありがとうございますリゴインストラクターの看護犬ですはい今回は、えー、この形ですね今押さえたところなんですけど、えー、黒の形には弱点がありまして、えー、その形を紹介したいと思いますはいこの形ね、今押さえたんですけど、えー、本来はですね何かこのコートが打ってねまコートが守っておかなきゃいけないと とこだったかもしれません、はい、この局面ではここノ覗きが、ね、タイムリーで、えー、急所の一撃です。はい、これつなぎますとこうやってこう渡ってしまってね、えー、もう出られないんですね。こう出られないとなると、えー、白黒が死んでしまいます。はい、で一応黒にも返し技がありましてここにコスミつけて、はい、切った時にこう下がるっていう一応ね手筋があります。 はい、これに対しては、えー、白はね、まあ、こうやったらこう打てますからで、まあ、一応生きは生きることができるんですね。はいですから白もこうやってこうやって、えー、こうやってね、えー、白にも5というね手がありましてこれでね、えー、黒が、ね、取られてしまいますね。はいですから。えー、っと うん、ちょっとね、あのー、このぐずみも打つタイミングがなかなかないですし、えー、ちょっと困りましたよね、やっぱりね。まあ、うーんこうとか打って、まあ、生きるだけでしたらねこんな感じで生きなきゃいけないっていうような感じですね。はいうんまあ随分の成果ですよねはい ですからこの局面ではこのね一がね鋭い急所で、えー、黒はしび、うん、れている、うん、形となりますはいということで今回はねこの形を紹介しましたはいじゃあそれでは、えー、また明日